このライン、切り下げライン、そして104円到達、161.8まで来てるっていうようなこととか考えると、これが仮にこう下がってきて、この 20EMA と 20SMA ですね。これも下回るようなことがあると、先ほど言ったように、この実体レベルで窓を埋めに来るんじゃないのかなと。そう考えると、102円切って101.8ぐらいまで下がりそうな、そんな予感がします。で、これ今話してると、相場おさらいというか、相場展望みたいな感じになっちゃってるんで、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと、もうちょっと相場おさらいらしく解説していこうと思います。で、この1週間をね、1週間の流れを見てみて、ドル円の。ここを取れそうかなっていうような場所は、やっぱりね、この押しからの上昇ですね。だから、この上昇は結構取れやすかったんじゃないのかなと、僕自身は思うんですね。綺麗に、押しが決まってますし、浅いですけど、押し。これ101.500っていうラインがここにあるんですけど、レートが。それと、この61.8、フィボナッチの、このライン、これ重なってますよね、ここ。だから、ここまで、落ちてくるのかなって僕自身思ってはいたんですけども、ここまでしか、押しを形成せずに上昇したんで、そう考えるとちょっと難しいかなという思いもあったんですけども、ただ、こういうふうにね、僕は4時間足レベルで、細かく切り下げラインをね、引いていたんですね。で、そこから、15分足とかに落として、細かいリテストとかを待って、買い場を探すわけなんですけども、だからこれ、要するにこの、ショータ式デイスイングトレード必勝法の、やり方ですね。で、僕はここトレードやったわけなんですけども、そう考えると、別にこれね、確かにこの、僕は61.8のこのラインと、101.500、重なっているポイントなんで、ここまでの押しは確かに待ってたんですけど、もうこういうふうに切り下げライン引いてたんで、もうここを抜いてきて、これリテストかかってきたら、別に、もうこの切り下げライン抜いているっていう事実があるんで、そこから。で、しかもなおかつ綺麗にリテストが決まってくれたんでね、ここ。15分足見てもらったらわかると思うんですけど、綺麗に決まってるんですね。で、そこからの、買いエントリーっていう感じで、で、僕は161.8のとこまで粘ろうかなとも思ったんですけども、これ見てもらったらわかるように、この127.2ですね。フィボナッチの。このラインとまたこの103円、これ、重なってるんですね。だから127.2までの、ここまでを僕は、取りました。ここで利確しました。結果的には上昇してしまっていますけども、その後の動きを見てもらったら分かる通り、結構その、ぐずついた動きになってますよね。陰線とか形成しだして、なんていうんだろう、上昇の勢いが限りなく弱いというか、弱くなってきてるっていう。だからこの127.2のここでね、利確したのは正解だったのかなと思います。で、もうこれ、ここの場面以外のこういうとこって結構多分もうやりづらい。ここで2本陽線で、2本陰線で、また2本ここで陰線、あ、陽線ですね、作ってきたっていうところから、僕はこの高値と、ここと、この安値、
のこの幅の間でレンジのような形をこう作ってくるんじゃないのかなって思ってたんですけど、案外すぐこの下のラインですね、ここを抜いちゃって、でその後ですね、ここですね、ここ、この押しのこの安値、これを実体でね、実体で抜いてきたら、まあ、その後止める場所って言ったら、こっちの波で考えた場合、その後止めてきそうな場所って言ったら、まあ、この辺とかになるわけですね。まあ、ヒゲで考えると、この辺、ここか、この辺ですね。レートで言ったら、1.10695。で、実体レベルで言ったら、1.10782。まあ、この辺ですね。が次に止めてくるようなポイントかなということで、まあ間があるわけですね。この間。だから取れやすいかなと思ったんです。売りで仕掛けやすいかなと思ったんですけども、結局、この押しのこの安値ですね。レートで言ったら1.113。この1.113をこっちで見てもらったらわかる通り、実体で抜くことはなかったんですね。ヒゲでは抜いてきたんですけど、実体では抜いてこなかったんで、結局、売りエントリーで仕掛けることもまあできず、その後まあ上昇して、この陽線ですね。この陽線確定した辺で、こういうふうにこう切り下げラインですね。切り下げラインをまあこう引いていて、そこから、この切り下げラインにこうリテストがかかってきて、で、ここでぐっと上昇してきたんですね。で、これ短い時間足ですね。で、見て、この辺で、まあ、買いたいなとは、買いたいなというか、買えていたなって思ったんですね。っていうのが、これ、もう結構夜遅かったので、ちょっともう仕掛けることができなかったんですけど、これリアル、ね、もし寝てなくて、リアルタイムで見てたら、これ、結構、買いのチャンスだったかなと思ってます。だって、これ、ね、切り下げラインで、こう、リテストかかって、こう上昇してるわけですから、こんなにこう、なんて言うんだろうな、チャンスの場面はないというか。もちろん、この1.11500、こういう、これ、止められやすいっていうのはありますけど、でももう、なんだろうな、答えが見えてるようなもんというか、まあ、こんなにやりやすい場面なかったかなっていう感じですね。だからちょっとまあ、寝てて損したなっていう気持ちではあったんですけども、まあ、その後ですね、ぐーんとこう上昇して、で、これまたこう、下がってきてね。で、これタッチして、まあ、結構こう、乱高下ありますけども、まあ、ここもこう、なんていうんだろうな。タッチして、まあ、こう上昇しているっていうね、いう感じなので、まあ、この切り下げラインタッチからの、まあ、買いエントリー。まあ、やっても別に間違いではないと思うんですけど、ただ、これ、こんだけね、下髭もこう長いわけですから、まあ、なんだろうな、普通に、なんだろう、損切り浅く設定していたら、普通に、損切りでまあ終わってしまっていたと思うんで、まあ、そうですね。そう考えると、まあ、ここはまあやんない方がいいとは思うんですけど、でもその考えとしては、全然正解というか、損切りにはなりますけども、こう、この上昇からの、このね、この切り下げラインにタッチして、で、買いエントリーっていうのは別に間違いではないと思います。まあ、今回、これ、経済指標でね、こんだけ、なんだろう、値動きがこれ激しい感じになっちゃってますけど、これ別に経済指標とかなくて、まあ、普通の動きだったら、こんなにね、下髭と上髭でこんな4時間足レベルで、こんなめちゃくちゃな多分ローソク足じゃない限りはですね、普通にこれ買いエントリーして取れていたと思うんで、別にこの考えは間違いではないと思います。で、この切り下げラインっていうのは何なのかというと、
冷やしで見てもらったらわかるんですけど、これですね。ここと、ここを合わせた。このライン。この切り下げラインですね。これが4時間足ではこうなるわけですね。こういうふうになる。で、ここにタッチしての回エントリー。っていう考えですね。それは間違いではないと思います。まあでも今回多分ね、別に、この頂点付近まで全く落ちないじゃないですか、これ。だから、それがユーロ円と違うってことなんですね。だから、これ三角持ち合いだからちょっと説明しづらいんですけど、例えばこれがレンジのような形だった場合ですね。レンジだった場合は、頂点付近、ここになりますよね。そしたら、このレンジ抜けからの、このレンジ抜けからのレンジ高値の辺に、レンジのこの上限の辺にまで、下がってきて、その押し確認してからの買いエントリーっていうのが、まあセオリーじゃないですか。でも、ドル円はもう結構こういう中途半端なところまで押し作って上がってきたというその違いなんですね。だからそう考えると、ユーロ円はね、もうこのレンジになっていて、この辺で。で、ここでレンジブレイクと。レンジブレイクして、押しを作ってきたここが、このレンジの高値というか上限に位置しているし、なおかつその位置っていうのが114円っていうのもあるし、この下ヒゲで20イエメ抑えられる形で、実態では114円で抑えられるっていう感じですね。これらの3つの根拠から、まあ、自信を持ってね、買いエントリーできやすかったんじゃないのかなって思うんですね。なんでそう考えると、ユーロ円の方がやっぱり取れやすかったなっていう感じですね。僕はユーロ円を一番だからやってましたね。この週はね。で、こう上昇していって、まあ下落して、また上昇という感じで、で、僕は、ここからここまで、まあ、フィボナッチ逆当てしてやってるんですけども、そうなった時にね、この138.2、このレートが、この下落して、ここで、陽線で戻し作ってますよね、これ。この戻りの、この高値。この上髭ですね。このレート付近が、こう見てもらったら分かるんですけど、138.2の、まあ、ラインに近いわけですね。若干の誤差はありますけど。まあ、ほぼほぼ一緒ですよね。だから、ここまでは上がってくるのかなって思ってて、僕は、まあ、ここでね、まあこんな感じで、こういう感じ、切り下げラインをね、こう引いてて、ここ抜けからの、まあ、ここからまあ短い、時間足に移して、まあ、リテスト買ってきたところで、僕は買いエントリーという感じで、そして、まあ、なんだろうな、僕は138.2まで持ってはいたんですけど、で、そこで全部決済したんですけど、ちょっと不安だという人は、こういうね、直近のこの高値で、分割ですね、分割決済。これ半分決済して、残りの半分を138.2まで待ってみるみたいな。で、この直近のこの高値ですね。ここを突破してきて、ここでリテストかかってますよね。で、こう上昇してきたあたりとかで、例えば損切りの位置をこの辺とかに置いていた場合は、ここの直近の高値のちょっと下の辺にちょっとこう、も、あの、持っていってやるというか、移動させてやるというか、
それで、なんて言うんだろうな、仮に下がってきたとしても、利益はある程度確保はできるんで、まあ、こういう分割決算のやり方もまあおすすめですね。で、まあ、なんて言うんだろうな、これ4時間足ベースで、僕は今回ね、まあ、ショータ式デイスイングの、やり方で、僕はまあ、トレードはね、やっているわけなんですけども、これ別に、なんて言うんだろうな、